朝鮮による砲撃があった海域で、アメリカと韓国は合同軍事演習を28日から行うことになりました。空母ジョージ・ワシントンの参加も決まっています。アメリカのオバマ大統領は今日、韓国のイ・ミョンバク大統領と電話会談しました。北朝鮮の攻撃を強く非難するとともに、韓国の対応を全面的に支援することを約束しています。また現場海域で予定していた米韓軍事演習を28日から来月1日の期間で行うことになりました。横須賀基地所属の原子力空母ジョージ・ワシントンも参加するということです。一方、イ・ミョンバク大統領は菅総理大臣とも電話会談しました。菅総理は韓国政府の立場を支持する考えを伝えるとともに、国連の場を含めて日米韓で協力して対応していくことを確認しました。